ハンバントタ県は、スリランカ南海岸の南部州に属する県。面積は2609キロ平方メートルで、非常に乾燥した気候をしている。県とはハンバントタ。その他の主要な町としては、タンガルタ、アンバラントタ、ティッサマハーラーマ、それに、ベリアッタが存在する。1948年のスリランカ独立以前の近代的な開発が行われる前は、 この地域では、焼き畑農業や、考えなしの水田稲作といった特徴的な農業が行われていた。高知では、クラッカンやトウモロコシといった穀物の栽培が行われた。ハンバントタ県は、スリランカ南海岸のインド洋に面した平野部にあり、東西に並ぶ南部州三県の中で東側に位置する。県自体も東西に伸びた形をしており、西で、マダラ県、北西で、 サバラガムは州のラツナプラ県、北で、ウバ州のモナラガラ県、北東で、東部州のアンパーラ県と接する。県庁所在地であるハンバントタは、県の東西中央南側のインド洋に面した沿岸部に位置している。2012年現在のハンバントタ県の人口は595,877人。2001年の調査では、人口の96%が農村部に居住していた。 失業率は13.4%であり、これは当時の全国平均8.3%と比較して高い数字である。就業人口の42.2%が農業部門に従事しており、23.3%が高工業部門、残りの34.5%がサービス部門であった。ありがとうございます。